どうも、翔平です。またバイオラボ、チームデスマッチ、なんかね、ドミネーションやっぱないですね、部屋が。参った。ちゅうことでですね、どうしようかな、私、この IMR っていうのも好きなんですけど、解除が大変なんですよね。使いこなせないので、あれがないと。まあ、なんとかうまく使っていきますよ。ナイス、センキュー。アシスト、センキュー。あっぷねー。ちょっとずれる。ちょっとずれるんだよな、これがないと。お、お、登ったの俺。あっぶねえ。あっぶねえ。あっぶねえ。あ、ダメージでかい。このね、3点パースなんですけど、これがね、結構レートも速くて、至近距離でも結構強いような気がするんですが、解除するのは大変だからということで。あー、ずれる。動かしてくれ、左、右に。ダメなんだよな、ほんとないと。さっきもつけてないと、コテンパンですよ、もう。全然弾当たんなくて。アップね。後ろになったの、リスが。あぶねえよ。あぶねえ。もう無理だって。ちょっとリロードの時間ぐらいくれよ、頼むから。まだいるね、多分ね。逆側からか。あー、後ろからも来ちゃった。もうリスがなんか完全に変わった感じだね。長居する必要なかったか。もうこれ以上ちょっと深追いはやめよう。サップついてないし。ああ、ちょっと待て待て、そんな2人もいるとは思わなかったよ。さーて、そのまま行けよかった。いや、向こうからか。すぐリス位置が変わっちゃうから分かんなかったもん。どこ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 。痛いよ。ちょっと待って待って、そっちにもいたでしょうか。あー、ちょっと待って待って、どこ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 。やられた。うわ、どこ消えた。あだ。ちょっと待って、あそこにいたんだ、上にいたんだ。くっそー、悔しい。頑張ろうぜ、味方。あっぶねー。ちょっと深いをやめます。なんかその先にもいたんで。ちょっとね、リロードも遅いし、アイテムは何もついてないと使いこなせないんですよ、私は。そう、大丈夫。リスが変わったんじゃないの、大丈夫。
よく後ろで湧くんですけど。まだそっちにいるか。なんかこれ登ったのか登ってないのかさっぱりわからないんだけど。We lost the lead。そこで湧いたか。オッケー。分かりづらいんですよね、結構。見やすいと言っても、で、後ろから来るというのは常ですよ。オッケー、アップね。ふう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 。あ、終わった。あー、これはクロスゲームだったね。いやー、これはね、やっぱりあれが欲しいですね。ストーカーが、ストーカーとアイアンサイトがちょっと欲しいか。アイアンサイトじゃないや、うん、あれが欲しいところちょっとね、厳しいかなと思う当たんないですもんね。やだな。さて、全く同じロビーですけど、もう一戦やっていく。ちょっとやっぱきついですね。とりあえず解除したいところ、ちょっとごめんなさい、携帯が鳴った。クイドロスくらいはつけたいところだよね。うん、ストックも欲しいけど、クイドロがないとちょっと金銭がね、結構ね、腰打ち強いんですよ、でも。うん、なんでね、うまくやっていきたいところでございますけれども、そうね、あと使えるのはバル27ってやつか、 HBR-A3 も結構、うん、安定した感じ。過去作で言えば、なんだろうな、レートが遅くてダメージちょっと高くはないのか、これ。うん、使いやすいですよ。ただ、冷凍遅いんで、資金小さいマップだときついですね、AK12 とともに。なんでですね、私としては、レートが速く方が、まあ、ちょっと使える。今作、あんまぶれないので、そこまでね。超遠距離だとやっぱ当たらないですけど、たっぷりしないと。フロートで全然中距離いけるんで、うん、そこをどううまく対応していくかなんですけれども、どうしようかな。またこれ使ってみる？ガンホーっていうね、パークが、その、手を下げないで走れるんですよ。手を振らないでっていうのかな。まあ、エクステンションじゃなくて、なんつうんだっけ。あれみたいなもんですね。過去作にあった。あっぶねー。ちょっともうやばいよね、多分ね。もう攻め込まれてますの。多分ね、リス位置がもう変わったんで、こっち側から出てくるんじゃないの。あっぷね。なんか美味しいところだったのかな、今の。多分ちょっと怖いな。どこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ消えた、敵はどこ行ったんだ私知らんぺって言って逃げる感じだな。まずい、やめとこ、やめとこ。さあ、どこ行っちゃったのかな。アップね。いた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 。アップね。ちょっとどっかで休ませてくんない？俺ちょっと休憩したいわ。UAV。はい、システムハックはね、あれで使いますね。ちょっとここ建物多いからね。どうだろう。君に決めた。その角に座ってる君だ。あー、逃げた、逃げられた、逃げられちゃったよ。せっかく貴重な1キルが俺の。
そこも怖いんですよね、結構。あっち側に。ああ、負けた。いいゲームだ。読みは正しかったんだけどね、もうちょっと早く気づかった。気づかった。そこにいるじゃん。びっくりした。ゲーマー多分倒れてる。後ろにいるね、敵がね、多分ね。どうしようか。あっとっとっとい、そっちだったか、残念。さあ、そういう上取ってる人がいるとね、動きやすいんですけどね、味方としては。でそこから出てくる。出てこない？ついてくると思ったんだけど、気づいてなかったのかな。あ、倒してくれたんだね。ナイスです。あーの奥か、ちょっとまずいな。ナイス。あ、 UAV 出てきた。これ壊すわ。ナイス。まずい。あっぶねー。もう一人倒すのに精一杯でござる。これがね、またうざいんですよ、システムハックっていうのが。あっ、もう一人いたよね、多分ね。あー、先手をかました。かまされた。かましたってなんだろうね。倒した？なんかいるよね、多分。いやー、ちょっと勝てないね。勝負したのが間違えたね。オッケー。ジャンプしてる人を倒すとスキートシューターっていうのもらえるんですね。中距離ぐらいだったらね、まあなんとかなるかなと思うんですけど、ちょっとこっち側から行って裏取ってみましょうか。これは味方のが出てるんだよね、多分ね。ちょっと倒したのか倒してないのか分かんなくなっちゃった。これで味方のキルストに乗ることもできるんですよ。ただその間私はあのあれなんだよね。あっぶない。ああやられちゃった。どっちにしろ弾切れで死んだけど、一人倒せばよかったよ。ここら辺にいるんじゃないの。そっちか。あ、そっち倒したのね。ナイス。倒してくれた。さすがです。勝った。ちょっとこれは点差が開いちゃいましたね。さっきいい試合だったんでね、ギリチョになるかなと思ったんですけど、クロークはなんか強そうで強くないんですよね、あんまり。やっぱ見えちゃうんでね、ちょっと上手い人は。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。どうも、しょうえです。ちょっとさっきの試合でホストとの接続が失われましたって言って、別に誰も抜けてないんだけどね、なんか急に切れちゃってしょうがないですね。ソーラーってどこのマップだっけ。あー、このマップか。このマップ難しいんですよね。あの何にもついてない銃使って、やってますけど、いやひどいですね、ひどい。もう打ち勝てないんですもん。泣きたくなるぐらい、泣きたくなるぐらい弾が当たってくれてない。一人分ぐらいずれちゃうんですよね。半分ぐらいかな。微妙にずれてしまうっていう。食い泥ぐらい欲しいんですけど、もうどうしようもないんだよな。このマップね、上とかから撃たれるケースがすごいあるので。もう後ろ右のサイドから来てんのかな、これ。あ、もうリスが変わってる。間違いだ。
あっぷねー、今のギリジョンだったね。ここは本当上から行きたいところなんですが、あーいっぱいいた。残念、ちょっと深追いしなきゃよかったね。今ね囲まれるかなと思ったんだよ。ところ顔出す2人も芝居ちゃった。飛んでるけど、あっあ、ちょっと待って、あー、もう一人いたんだ、残念。あ、そっか、あれをね、ロケラン持ってくるようにしてたんですけど、 UAV 出ちゃうと本当動きが取れないので。あー、もう化学を追われてる。すげえ、めっちゃ赤点に集まってきたんだね、多分ね。あー、なんか一人ポツネットいるときはもう囲まれてると思った方がいいですよ、このゲーム。壊そうと頑張ってる人がいるよ。おお、あああれ狙うにはストーカーがなくても無理かな、当たんないかな。あれ本当に、あぶねえ、盾を使ってる戦士がいるのか。ちょっとやめとこ、盾はやられた後はちゃんと刺さってるっていうのがいいよね、地面に。追いかけてくる誰か、まずい。まずこっちをクリアにしとかないと安心して戦えない。あっぷね、UAV こっちから来るぞ敵が。ああ消された。でちょっとどうする、待ってると見た方がいいよね多分ね。また一人になっちゃったんで、もう大ピンチでございます。ここも行けるんだ。危ねえ。お、ちょっと待って。パンチ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 。俺のパンチは、俺のパンチは、俺のパンチ、俺のパンチはどこ消えたんだよ。いつも空振りなんですよね。私パンチ出すと、だからもう出さないっていうね。危ねえ。オーケー、オーケー、オーケー。追ってきてくれたよ。ここは何？あ、こんなとこにもあるんだ。ちょっとこれ使ってこっか。ここ危ないって。でもどっかで使わないとダメなんですよね。あんなところに、俺に気づかなかった？あー、気づかれたっぽい。てかどこにいんの？あと他の人たちは。他の人たちいない。2人しかいないの？おかしいなぁ。危ない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 、うぃー、何にもヒットせず。まあ腰打ちならそんなもんだよ。腰打ちのキルが必要なんですよ。そっちは大丈夫。え、どこどこどこ、あっぶね。ちょっと絶対登ってくるよねこれね。やめてー、僕をいじめないで。ちょっとやめてやめて。なんかおい、なんか逃げられたのなんか知らないけど。ついてきてくれると思わなかったよ。ちょっとこれ使っていこうか。
ッケー。ちょっと待って。あれ、あー、ありがとう、助かった。それ仕留め損ねたらね、悲しいからね。あら、またこれやっちゃったよ。裏取れる？何？あ、じゃあ後ろにいるんかい。じゃあ、あの人には負けてんのかい。しかもあの人には特大の、あ、ちょっと何殺されんの？ちょっと待て、俺リスポーンしたばっかりだったはずなんだわ。あれ、何ちょっとやめてよ、僕狙うの。システムハック。あ、痛い、使ってる途中に出てこないの。ちょっと大丈夫この試合。もう、そういじめられてる感じだね。ちょっとこれ以上進めないの、なんで。システムハックまで行きたいけど、また UAV が出ちゃうと辛いよね。あ、ごめん、間違えた。いつもあれを敵だと勘違いするんですよね。こっち側からか、なんか遊ばれてる僕たち。こういう動きされるとまず当たらんっていうね。あ、痛い、後ろか。今シュビーって音がしたんだけど、ずいぶん激しくやられてるのと、この回線が全員一品とかの表記は一体なぜなのかが僕には分からない。あ、やられちゃった。また UAV か、厳しいね。あ、負けちゃった。